この調査は全国の6歳から79歳までを対象に、国が毎年実施しているものです。ここ数年の体力テストの点数を分析すると、10代の少年少女はコロナ禍の前までは過去最高レベルでしたが、コロナ禍以降は低迷しています。調査を分析した専門家はスマホでのゲームや SNS などスクリーンタイムの増加が一因とみています。 また30代から40代の女性についても近年、運動不足や体力の低下が指摘されていて専門家は仕事や家事や子育てで忙しくスポーツへの苦手意識もあるようだと分析しています。